トゥナイトファイブ。さあ始まりました、トゥナイトファイブ。はい、この番組は吉本沖縄に所属する芸人が月曜から金曜日までの23時から1時間お送りするラジオ番組です。そして本日水曜日担当は吉本沖縄に所属しております、沖縄が生んだお笑い界の怪物ルーキー島袋忍です。はい、よろしくお願いします。そして、シンプルに眠いです、知念隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあさあ、いいですね。今は5月25日、はい、今日25日水曜日の放送ですけども、はい、どうですか、やっぱり奈美ちゃんとかなんか話あるの？あの振り方、振り方あるんじゃない？紹介もまだしてない。紹介なしで振るって。もう覚えてよ、水曜日はこういうのないから。こういうのないんだ。ゲストへの振りとかないから。そうですよ。じゃあ自分で振ります。自分で振ります。今回水曜日来ました、奈美ちゃんです。よろしくお願いします。来ました、ありがとうございます。はい、もう一人ヌフも来てますよ。はい、ヌフも来てます。やったやったヌフだよ。変わらぬテンションでございますね。はい、ヌフさんは、ヌフさんですよ。はい、ヌフなのよ。今日は ねこの4人で放送していきたいなと思うんですけどね。はい、どうですかね。うん、はい、なんでこの4人なのか分かる？いや、わかりますよ、僕は。何、わかる？何ですよね、わかる。オーディションライブ帰りの4人。そう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 、ライブがあって、それでの、ね、流れで来てるわけだから、はい、これはあれですか、何を どちらかどちら様かの車でみんなで一緒に来たみたいな感じなんですか？これはちょっとね、まあ、ね、濁しとく、濁しとく。なんでですか？ちょっとね、バレたらちょっと複雑っていうか、うん、プライベートだから。うん、ゆいちゃんの車で。あ、言うんだ、言うんだ。スタッフのゆいさん、ね、あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあもうこれにいるんですか？おお、今いたよね、送り届けてくれたっていう。ギリギリだったね。え、でずっと待ってくるんですよね、また送り返さないといけない。おー、そうそうよ、そう。いやいや、別に読んでもいいじゃないですか。そしたらいやいや、中に降ろしてもらった形だから、うんうん、あ、そうなんですか。いやいやいや、だ、下手したら別に那覇に送ってくれた俺ら頼んでないから、はい、帰ってる可能性は帰ってる可能性はある。ここまで送って、でも大丈夫大丈夫、カバン置いてきた。あー、やった、やった、やっぱ車の中に奈美ちゃんカバン置いてきました。悪知恵はありますからね、奈美ちゃん。うん、シノバなんかしなきゃ、奈美ちゃんちょっと厳しい。厳しいとか。いや、違うんすよ、奈美ちゃんさ、自分ツイッター見てたら、なんか奈美ちゃんさんがツイッターで、うん、FM トライ、FM トライトライブに出ますみたいな、うん、感じになったんで、はい、セイキさんにこれどうなんすかねみたいな、これはいいんですかって相談して、NG が出るっていう。正規さん判断だった。そうなんですよ。正規さんはやっぱ厳しいから、この辺は。それはもう公式な NG だね。そうスタッフですからね。そうよね。あ、でもツイキャスもいろいろ来てますよ。はい、もう早速、SKE チーム、K2 松村香織吉光太。光太君かな。こんばんは。知念さん、ヌフさん、奈美ちゃんさん。トマリンオーディションライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。で、いっちゃんさんがこんばんはーって。こんばんは。松崎しげるさん、ひらめのミキティヨシさんがね、音割れてます。あ、そうなんですか。大丈夫かな。大丈夫ですよ。大丈夫かな。気のせいです。気のせい。気のせいですよ。気のせいではないじゃん。気のせいだね。気のせいです。変えてくれてるんだからね。はいはい。うん、ありがとうございます、ね、気のせいかな。コウタ君がね、しのぶさんこんばんは、金曜日のうちなライブ頑張ってね、全力でって来て、はい、いいね、なんかな、しのぶが今とんでもない好成績で、うん、うちなライブ残ってるっつって。そうだよね。そうですよ、ね、うん、はい、結構今2位でしょ。今2位です、総合2位です。すごいね。なんなのお前。いや、奇跡が起きてるんですよ。いやいや、いやでも自分でもなんだか分かんないですね、なんでこのあれをもらってるのかっていうのは。いやでもなんかもうすごいよ、うん、今まで積み上げてきたものなんじゃない。なんかもう無で言われてるので。いやいや、そんなそんなヌフの感情がわからない。はいはい、俺舞台上でも今日こうだったからね。まあまあまあ、まあ、いつもの感じで、ですもんね。ヌフはね、出た、花月の支配人に、うん、やる気があるのかないのかわからないって言われてるから ね。 そうなんですか。それを聞いて、はい、すいませんでした。
って言ったそうなんだよすいませんでしたいや改めないとね、だから忍はもうエネルギッシュだから、いやいやいや、まあ、ことなんのかな、いいね、忍はそのままでいいんだ、ちょっとね、忍にね、ちょっとだけ直してほしいことが一つあって、ああ、いいよ、そういうのいいよ。あのね、あの、忍ってネタでマネキン使うじゃん。マネキン使う、ね。アーズだったっけ、アーズ使いますよ。アーズって名前つけてるよね。このマネキンを使ったコントの練習を、このお化け屋敷の横でやってるんです。お化け屋敷があって、はい、そのもうあのスタッフしか入れないところの楽屋の横、ね、そうそうそう、楽屋の横にあって、うん、どういう意味だ楽屋の横、なんだろう、あのお化け屋敷があって、うん、そっからドアを一つ開けたらもうすぐ芸人しか入れないところってあるじゃない、はい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 、うん、そこにこのマネキンを置いてよく練習してるんですけど、うん、そこにマネキンだけずっと放置してることがよくあるの、ありますね、はい、うん、練習してます。で、僕がお化け屋敷終わって帰ろうとした時に、うん、暗闇になんか人影があるじゃん、うん、マネキンがあるじゃん、はいはいはい、めっちゃ怖くて、うん、カバン持ってるし、うん、パンツしか履いてないし、うん、やばいやつ来たと思ってやばいお客さんがずっとここにいたみたいな、うん、これでもよ福山さんの忍び込んだあのそうそうそう、身長180ぐらいある、うん、パンツ一丁の変なやつが分かる分かる、俺も怖かったことある、めっちゃ怖かった、俺もある、俺もある、あるよね、あれよく言われますね、なんかあれに関しては一回ね、カーテン越しに忍がいたの、うん、で、はい、忍の声がカーテン越しから聞こえてたわけ、うん、で、なんか忍が誰かと喋ってるわけ、うん、あ、昨日なんかやったみたいな、あ、どんな、どうのこんどうのこんって言って、うん、で、その後にすぐ忍がカーテンから出てきたの、はい、一人なのよ、はい、え、これどういうこと忍さん、はい、すいません、独り言喋ってました、怖い怖い怖い、何でそれ単純に怖いよ、いやいやいや、独り言今怖い怖い怖い、え、何が見えてる、こいつやべえやつだと、独り言は言うでしょ、やっぱ、いや、そんな会話帳で言うの、そんな、なんか、いや、ネタじゃなかったの、あれは、いや、ネタですよ、マジか、いやネタじゃなかった、電話してるのかなと思ったの、俺はそれくらいがっつり人と喋ってたから、すごいな、確かに独り言は自分多いって言われますね、多いよな、よく、はい、なんかお風呂でも独り言言ってるみたいなこと、まあ、健吾さんに言われましたね、なんて言われたの、お前独り言多いって、まだお風呂で、そう、お風呂で行ってるから気持ち悪いと、うん、やめれってずっと言われてたんですよ、うん、っていう話ですっていう話ですか、みんながいる時のおしゃべり下手だなそうなんですよ、なんかわかんないけど、アスカさん今日は音割れやばいです、なんだろうな、あら、そうなんですか、なんだろうな、人数が多いからわかんないですね、これ忍なんだよ、音割れしてる、音割れしてません、え、わかんないですよ、僕わかんないですよ、気のせいですって言ってほしい、僕今気づいたんですけど、うん、このマイクの暴風と自分のあれが同じなんですよ、全く同じっていうねだからなんだったね、マイク自分これ見て今気づいたんですよ、それを言ったらね、ナミちゃんもね、マイクの白色と洋服の白色一緒です、どうでもいいわ、ね、いや、そしたら知念さんも一緒ですよね、本当だ俺だけ違う、そうだけいろんな色がノブな、ノブは、うん、まあ、だツイキャストとかユースト見てもらったら分かるかもしれないけど、金髪の、はい、まあ、その髪型金髪で、はい、で今でこそポロシャツ、いや、水色のポロシャツつけるけど、はい、よくお気に入りの赤いポロシャツつけるじゃん、うん、あ、つける、カーディガンとかも赤好きだ、あ、つけます、で金髪赤だから完全にメイプル超合金のカズレーサーさんしか見えないのよなるほど、それ知念すげえよく言う、もし今日赤だったら忍ぶ紫だからメイプル超合金しか見えないの本当だ、本当だ、本当ですね、なんかガタさもなんか安藤夏さんにしか見えないヨシさんがちょうど切れてるっていう、そうそう、はい、どこからもうちょっとこっち、もうちょいもうちょい、あそこのカメラがあるの、あ、ほんとだ、おー、あ、今、今から行きました、あ、どうですか、ヌフ見えますかね、皆さん、ヌフ出てますよ、はい、今映ってましたよ、ヌフは今日もいいネタしてたね、オーディションライブで、あ、そうだ、オーディションライブの話聞きたいです、僕、そんなですよ、はい、結果受かったのから言っとく、はい、はい、誰だったっけ、グランドパレスと、グランドパレスはシーマントーマと、おシーマントーマ、この二人が、お二組が受かったんですか、本当に受かったと思われて受かってるわけねえよ、あ、すぐ来たよ、あ、コータ君が違う違う、あら、違うですか、本当はね、うん、トネガー・ホプキンス、あ、はい、と、ボンジョルノ、お、そうなんですか、そう、ボンジョルノが一発バンと受かりましたね、すごいすごい、クソ悔しいです、クソ悔しい、すごいですよね、まあ、5期生と同期ですからね、うん、そうだね、すごい、あんまこんなこと言いたくないんだけどさ、うん、あんま言いたくないよ、うん、いや、はい、わかります、俺受けてんかったかナミちゃん、まあね、あの受けで言えば知念は本当にすごい受けてた多分あの日本の指に入るぐらい、なるほど、すごい受けてたと思う、結構受けてた、うん、だけどね、はいはいはい、実際は票数はね、7票かな、8票か、ん、うん、9票、
かな。いや9位になったの結果。はいはいはい、うん、全部、ね、終わった後にホワイトボードに票数が出るんだけど、はい、芸人だけ見れるやつ俺9位だったんだよな、はい、悔しいんだよなあれが、もうちょっといったかなっていうの、マジでこれ本当笑いとかじゃない、はいはいはい、魂の叫びそうね、うん、受けてはまあ確かにいたかな割とでしょ、うん、なんでだと思うこれ本当に何のネタをやったんですか。野球野球野球のネタです。野球のネタやったんですか。うん、野球なんかちょっとこっちに、ね、なんかこれはメイクが落としちゃうネタをやったのかなと思ったんですけど、ね、野球の監督のネタだったから、あーなるほど、顔に油性ペンで書いたんだけど、はい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 、もう練習中にも汗ダクダクになりまくって、はいはいはい、一回ヌフに書いてもらったんだけど、うん、ヌフもう一回上乗りしてっつって何回も何回も書き直させて、あそうだからこんなに落ちてないんですね、染み込んでるですよね、インクが染み込んで、何のネタをやったのかずっと気になってたんですよ、ここにあるので、はい、だからもう基本気負いすぎなんじゃないマジ悔しいわ本当にその圧が逆に受けてはいるけど引くわっていう感じ引かれてるんですか違うのよ、いや違うかな、受けただろう気持ちが強すぎはいはい、トネさん、トネさんもやっぱいや受けてたわけじゃん、受けてたね、うん、まあまあ通ってますからね、ただボッチョルのはめちゃくちゃ受けてたらしいけどね、俺は見てなかったんだけど、あそうなんですか、票数で言ったらダントツで、そうだったね、トネさんが、うん、トネさん、トネさんやボンジョルの、あボンジョルの、面白いねやっぱね単純にね、うん、いや違うんですよ関西弁なんですよ結局ね、結局関西弁ですよ、だからそう、だから関西弁禁止にしたら、うん、どっこいどっこいですよ。でもどっこいどっこいなそうだね。そうですね。なんかね、コウタくんがね、ボンジョルノさん鼻がすごかったって。へえ、ね、うん、そうなんですね。コウタにね、今日あのライブ前に会ってさ、はい、あ、ジネンさん、今日ラジオだよねみたいな、うん。ツナイト聞いてるよみたいな。でジネンさんのライブも行くよ。でジネンさん今日頑張ったよね、はい。頑張らないとあれだよね。しのぶさんとの格差が生まれてジネンさんちょっと気まずいよね。いや本当に確信ついてくる。コウタ君やめろ、水落ちぶん殴るダメだよコウタの水ボーッ、言っちゃいけないこと言っちゃってるから、うん、気づかないうちにコウタ君、コウタ君、ね、後輩のもうザトシンが、あーなんてこと言うんだコウタ君みたいなそのリアクションより傷つくな本当、いや本当すごいな、コウタ君ごめんって、いやそういうこと言っていいのがコウタなんだよ、そうそうそう、そうだね、許される、許される、愛されるどうやったのそのライブとか、今日はナミちゃんとかやりたいライブね、手応え的な、そんなんないの、そうだね、なんだろう、うん、最初出てきてから、うん、知念の次だったの、言ったら、あ順番ね、うん、知念隆の次で、うん、知念隆が相当受けてたの、うん、でマジで受けてたの、うん、相当受けてた、うん、その後自分出てきて、はいどうもナミちゃんでーすの後あんまり反応なかったから、いやそれはさ、ね、だってナミちゃんですね、まあまあまあ、自己紹介だわ、まあ自己紹介なんだけど、うん、その後笑いが起きるまでが相当時間かかって、うん、もう逃げたいって思っちゃったあれとそう、もうでもね最後までやれたんで、うん、やれた、よしです、でネタ飛んだって言ってなかった、ネタ飛んだね、うん、結構ね、飛んだんですか、なんかいろんな単発単発でやっていくネタなんだけど、単発単発、うん、1、2ぐらいやった後、うん、次もう5ぐらいしか出なくて、うん、1、2、3、4、5のうちボケ順がってこと、そうボケ順っていうか、この単発のね出すやつボケ、だから分かんないです単発単発ちょっとした話をどんどん何いくつかやっていくみたいな、まあ話があって、そうそうそう、で1個目やって2個目やっ て、でもう分かんなくなって5個目出したの、うんそしたら、うん、もう5個目出したらその続きがないじゃん、うん、3、4飛ばしてるし、だから適当に一つ意味ないのね、あその場で適当に言ったっけ、その場で一つアドリブで言って、で、あ3が戻ってきたって言って3言って、マジですごいなんかね変な受け方をしてたナミちゃんだから、で4が思い出せなくて、でまた違うのを放り込んで、で4を足して、結局ぐちゃぐちゃで意味わかんなくなって終わっちゃったっていう、舞台お客さんから見たらすごいめちゃくちゃになってるわけじゃなくて、なんか変でちょっとなんかずっとクスクス受けてるみたいな、あそれから見てて、なんかすげえなでもちゃんとこれはなんか水拳を見てるかのような受けてはいたんか、受けてなかったね、受けなんていうのかな、でも滑ってはないよなんか、うん、だからもうまあまあ票数も入ってたもんねそう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 、なんかナミちゃんワールドって感じだった、うん、ありがとう、でネタの時に、うん、俺も正直ちょっと一箇所だけ俺もう飛ばしちゃったっけ、俺もネタ中に、はいはいはい、で俺が終わっては飛ばしたと思って悔しいなと思ってたら、ナミちゃんが順番俺の次じゃん、ナミ、うん、ちゃんがネタやるじゃん、でナミちゃんがこの自分のネタ終わって、はい、出てきた時に俺とすれ違った時にね、
あの開口一番、いやー知念が飛ばしたから俺も飛ばしたいや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 、なんだよそれと思った。青春ですよ。なんて青春じゃねえよ。同じ女に振られたみたいな同じ場所で飛ばしたからね同じ場所2分ぐらいで2人でバカやってじゃないんだよでもそれぐらいな感じだったからさ、あれやめてほしかったんだよ俺は。うん、そっか、うん、飛ばしちゃうんだよな、癖なのかな。すごい結構飛ぶよね。なみちゃん飛ぶイメージあるな。飛ばない日がないもん。あ、確かに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 、うん、そうですね、うん、そうなの、うん、なんかめっちゃ飛んでるイメージありますよ、うん、なみちゃんさん。そうよ、よく、うん、なんかね、なみちゃん話が急っていうのも俺はあるなと思うのよ。あ、どういうこと。例えば、うんうん、なんかお化け屋敷のね、うん、まあその働いて、うん、でまあちょっと夜遅くまで残っておしゃべりしてて、うん、11時ぐらいになった時に、うん、なんかそのヌフがね、ヌフがナミちゃんに、あのナミちゃんそろそろ帰ろうって言ったら、ナミちゃんが、うん、ちょっと待ってけん玉やってから帰るねってカバンからけん玉取り出して俺もその場で何回かけん玉やんの。俺もじゃあ早くしてねみたいな感じで待ったよ俺。それもおかしいんだけど急にをちょっと待ってけん玉やってから帰るねって言ってた。ふざけんなよと切れすぎだろ。なんかね、どうしてもやりたい時ってあるじゃん、なんかけん玉やりたいとかね。一回だけやりたいみたいな感じですか。わ、うん、かりますよ。でもわかる、わかりますけども、はい、帰る前にあのどうしても着替えて帰りたいみたいな。いやでも、はいはい、はい、それと一緒ですよ。はい、うん、いやいやいや、まあ、まあ、わかりますけど、やりながらでもいけるじゃないですか、うん、歩きながらでも。そうよ、そこまでのレベルには達してないっていうかけん玉ぐらいはいけますよね、うん、歩きながらぐらい、うん、いけるいけるなんかなんかある人今のこのだからなんか空気のつかめなさが今日奈美ちゃん舞台上でも出てるだから水拳みたいでしょ。なんか受けてなくはないのかなみたいな、このトークの運び方みんなでなんか足そうとするんだけど、奈美ちゃんが喋るとふわーんってなってちょっとね、舞台上であったのが、うん、ね、その変な空気になった時に、うん、あ、誰か喋ってくれないかなって、ちょっとあの喋るわけねえだろじゃあこれに関してだよ俺を受けてないんだと思う、うん、受けてなかった、受けてないんだと思う。だからさ、なんかすげえ滑って変な空気になってるってわけではないの、なんか、うん、空気は悪くなってない、むしろ和んでるというか。じゃあナミちゃんがさ、うん、なんか他人待ちみたいな空気は俺は感じたりすんのよ。だからそれってなんかその周りがさ、うん、周りが滑ってるみたいなさ、フォローしない自分が滑ってるみたいな。わかる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 。俺すげえ俺悪いとこだと思う。そう、そこは悪いよ本当に。マジで悪いとこだと思うよ。お前のせいでこうなってるんだよっていうのをまず自覚するべきだと思う。そこはね、うん、もう直せないの。じゃあしょうがない。末っ子だな、末っ子。末っ子。上と離れたとの、うん、末っ子だからね。何でもしてくれると思う。上が7つ離れてる。これはしょうがないのかな、うん、じゃあ。しょうがないのかもしれない。だからね、それはもう直してくれとしか言いようがない。そうですよ。そうか。直さない、直さないとやばいですからね、うん、これは。そうだね。はい。ね、はい、お客さん、そうですね。お客さんは多かったんですか。お客さん結構多かったね。多かった多かった。100名ぐらいは来てる。うん。あの方たちの。あの方たちっていうのは。あの方たちの。あのこの。あ、はいはい。あの方たち。はい。あのお二人ですよね。あの二人がめっちゃ呼んだ感じ。っていう感じでもない。うん、あ、でもないんすか。グランドパレス。あ、そうそう。言っちゃおうぜ。言っちゃおうぜ。いや、ボルデモート的な感じじゃないの。例のあの人みたいな感じじゃないの。ハリポッターの。違いますよ。あ、違うんですか。額に傷ないよ。なんか俺ちょっとびっくりしたのが、うん、塩やんいるじゃん、はいはい、もぐら1期生の後輩のね、はい、1期生のね、うん、塩やんピン芸人の塩やんっていう、はい、もう悪の強いおじさんの芸人がいるんですよ。悪の強い、ね、いくつだっけ。47だよぐらいです、ね、うん、20個以上俺すごいよ、ね、なのに後輩っていうね、うん、塩やがどうもーって来た瞬間に、うん、客席がよっ塩やん空気ちげえな一人だけいや、やっぱ年齢が塩屋さんの呼んでるお客さんが、まあそういうテンションなんだろうね。そうそうそう、浅草ぐらいに来てる感じのそうだね、寄せの感じで見てたかなそうだね。あ、面白かった、投げ銭みたいな感じ面白かったな。一瞬みんなそっち見よったからね、塩屋じゃなくてもそ う, そうなるわな。年めいた感じの声だったんですか、やっぱり。あ、やっぱ年配な感じしたけど なるほど。宴会みたいな感じだったなったね。確かに塩屋もね、なんか歌ったりするもんな、うん、やっぱすごかったのが、やっぱシーマンもすごかったね。シーマンすごかったな。 ありましたね。シーマンがね、確かね、 B ブロック、あ、順番的には C ブロックの頭なのよ、うんうん、はい、なんだけど、B ブロックのね、一番最後の
人が終わったら、はい、ちょっとした中 MC というか売りずん桜の MC だったんだけど、うん、いやー B ブロック見てもらいましたねみたいな感じなんだけど、入るんだけど、その時に急にシーマンが、うん、どうもー シーマントーマです、よろしくお願いします、そ出ちゃったのよ、怖い、そう、ね、勘違いして出ちゃった自分の順番じゃないのに怖い。そうそう、怖い怖い。で、そのままなんかその MC のリュウジン桜が、いや、ちょ、シーマンしましょう。お前シーブロックの頭だろ。結構ネタ喋っちゃってたよね。そうそう。シーマントーマな、36歳で、あ、シーマンシーマン、ちょっと、何やってんの、お前今じゃないから順番は、みたいな。うん、そこがすげえ受けてたよね。そうだね。だそれ受けてるから、その後にシーブロックの、まずシーマントーマどうぞって、どうもって出ただけで受けるっていう。神がかってたな。そうそう。あ、もう普通天然でも、すごかったよ。ただその後いまいちだったよね。いやだって俺のなんか俺をいじってきたのネタで。まあね。あ、そうなんですか。そうそうそう。ヌフの話だったよね。先輩の先輩でヌフさんって人がいるんですけどつって、なんかあの化け屋敷のなんだ、うん、キャラバン、ね、キャラバンっていうなんか外でなんかお客さんの呼び込みやるとき一緒にやったときの話をして、ヌフさんが僕をいじめるんですよつって。うん、まあ確かに一緒にやった時ちょっといじったりはするので、うん、いじるんですよね、いじめるんですよって言って、うん、したらお客さんおーかわいそうみたいな、ね、なんかそっからあのヌフさんが僕のことをシーマントーマは36歳だって言うんですよ、でも35歳ですって言って滑ってそれは滑りますよ俺ただ意地悪しただけの人になるっていういや先輩ヌフさんっていじめるんだいじめないよいじめちょっといじりですよあれは、だからしかもさ、うん、それが発音がヌフさん、あ、そう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 ヌフさんどうでもいいだけどヌフさんヌフさんってちょっと気になるのよ入ってこないっていうねそうそうそうヌフさんいろいろあったな、うん、シーマンすごい天然出ましたねってコウタ君が言ってる、ね、素晴らしいよ。太田が言うな。いいじゃん。そこはね。ちょっと厳しいか俺。厳しいですよ。きつめに批評されてるから。厚めに返しちゃってる、ね。そうだな。さっきの今ですかね。うん、なんか俺最近忍ぶあんま見ないなってイメージあんだよな。ああ自分。うちのライブにも出て、オーディションライブとかお化け屋敷とか、うん。そうだね。そうですね。なんかあんまり行かないですね。お化け屋敷にも入ってないので今。そうだね。もう2週間ぐらい入ってないので。なんで入ってないんだっけ。え、首ですよ、首ふざけすぎて首ですよお化け屋敷、首行っちゃうのね、それは行っちゃいますよこいつやばいからさ、はい、なんでグランドパレス伏せてそれは言うんだよおかしい、逆お化け屋敷干されましたよな何をしたの、センズリマジムンって言っちゃい今のラジオでもダメだろ、これバカかよまあ自由に名前使えるからね。そうなんです。とか言えるんですけど、ね、自分の役柄の名前をね、ボケていったんだね。最初ぽっちゃりマジムンとか言ってたんですけど、ね、飽きて。もう何て言ったの？何て？センズリマジムン。何考えてんの？お前やべ、なんでうちのライブ受かってんだこいつ。こいつが受かっちゃダメなんだって。されましたよ。いや本当にやばいやつ。すごいな。でもないや本当他にもいろいろやらかしちゃう。いやもう帰る。そのぐらいのなんだろう。そんぐらいエネルギッシュだからなのかな、なんか憎めないところもあるもんなそうだね、そうそうそう、だからそんだけなんかやっぱ怒られるのに、はい、そのなんかやっぱり同じことをするっていうか、うん、やっぱり怒られに行くっていう、怒られに行ってないかぐらいのあそうだよ、ね、自らああちょっとこっちからしたらなんかかっこいいって見えちゃうんだよね、ああちょっとわかるよそれ、うん、なんか怒られに行ってるこの忍の感じが、うん、なんだろう、事務所というこの強い敵に対しての、うん、この立ち向かう革命軍みたいな。かっこいいな。ナミちゃん、俺やっぱ分かんない。分かんないか。分かんないか。あ、舞台上でも曲を出す。こんな感じの。みんな最初聞いてくれるけど、弾いていくの。分からない。何なんだろうね。いやでも忍すごい。忍ね、すごかったね。いやいやいや、はい。で忍がなんかその最近お化け休みだから、うん、忍のね動きみたいのを俺、はい、忍のブログで見る。まあ、忍こんなことしてんだろう、はい、ブログ見たらすごい頻繁に更新するもんね、そうですね、1日1回やるじゃん、ほぼ毎日、はい、で見てたら最近忍、うん、あのダイバーの免許取ろうとして塩やんじゃん暇すぎて何それ潜ってんだよこいつ、いや免許取りましたよもう、取ったのすごマジかよなんだこいつすげえ生き方だなすごいだこれ、去年の夏にハマりまして、うん、撮りたい撮りたいってずっと思ってたんですけど、時間がなくて行けなくて、で今空いたので、うん、今だってなって楽しみに行きまして、楽しんでるね、楽しんでますね、うん、やっぱ今のこの時期どんな楽しい、やっぱ楽しいですよやっぱ、
多分潜ったことないと思うんですよ皆さん、うん、あります？ないないない。すごいですよ、あのテレビ画面とかにたまに流れるじゃないですか、うん、あの世界がもう目の前に広がってるんですよ。 あんなに綺麗なんだ。めっちゃ綺麗です、めっちゃ綺麗で、魚も目の前にいますし、はい、いや俺は無理だ、俺 海系はダメだ、もう死ぬイメージしかないもん。いや泳げない、うん、泳げなく別に関係ないですよ。いやもう本当死ぬイメージしかないから、酸素ボンベつけてますし、うん、普通に息できますし、でも中入ってるの海でしょ。海ですよ、もう死ぬイメージしかない。固くなだな、海に対するイメージなんですか、ね、死ぬ海イコール死なんです。いやでも本当いいところですから、沖縄の人だったら絶対1回ぐらいは本当に、あ、行った方がいい、行った方がいいと思います。それはどうやって行ったの、そっちには。いや、塩屋さんのダイビングショップやってるので、塩屋さんが、うん、まあ、そこで体験ダイビングとかめっちゃ安いですから、6000円でも潜れますよ。6000？めっちゃ安いですよ、めっちゃ安いですよ。普通の場合だと1万ぐらいするらしいんですよ。で塩屋さんのところはもう6000円ぐらいで。それは知り合いだからってこと？いや、知り合いだ、単純に安いの。はい、あ、その場所がね、塩屋さんのお店が安いし、うん、プラス、うん、ちょっと負けてもらいました僕らは。おお、はい、ラッキーだね、はい、で今もう自分免許も取ったので、うん、今度誰かとなんか沖縄芸人と潜りに行くときに、うん、もし俺の手伝いするんだったら、うん、無料で潜らすよみたいな手伝い自分も、うん、はい、何できるので、手伝いって、まあ、あの機材のセッティングとかも自分でもうできるので、うん、免許取ったので、うん、であとはもう他人をフォローする感じで、うん、もうだ、講師の立場にすごいな、干されてる間にこんな干されてる、まあまあそうですね、まあ、本当に時間有効活用してるな、ね、いいなお前、なんかいや沖縄の人は絶対行った方がいいですね。リア充じゃんただの。本当ですよ本当ですよ、リア充ではないですよ、ね、この代わりお金がどんとなくなってますけど、ね、そうだ、はい、恐ろしいよな、恐ろしいですね、厳しいね、はい、まあまあ、大丈夫、行きますね。でもね、何この CM の生き方CM ね、一旦 CM です。下手だ最後ダイバーの話になってスーンってなって潜っていっちゃったね。でも弱いな話が潜っていっちゃったね、これこれもうこうなんとかも、よよ知らんよ、分かんないっす、いや、でも何も大喜利やる、大喜利やります、今日のなんとかみたいな、今日のなんとか、今日のなんとかじゃないや、は、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、え、怖い、やだ。じゃあ二人のどっちかが、どういうルールなのこれ。ちょっとナミちゃんからお願いして、ショート、うん、あ、何があるかな、んやってもいいよ、ショートし俊介さん、ショートを渡るから、うん、え、何シーン分けに、うん、ショートなんか振られんのこれ、これ、うん、これ単純な大喜利対決、ショートなんとかっての、あ、ショートなんとかは CM 分けに、うん、ちょっとした、うん、あ、入ってます、大丈夫です、ショートナミちゃんつって今週の、うん、今週のはいらないか、毎週やってるわけじゃない、はい、ね、ショートナミちゃん、ショートナミちゃん、なんかなんかないかな、ショートナミちゃんやってる、ショートナミちゃんとショートヌフさん行きます、ヌフさんでいいよ、これから行く、なんかショートナミちゃんモノマネでもいいですし、何でも一発ギャグ、あ、一発ギャグとかも全然ありがたいぐらいですよね、全部やすしのぶ、これが2つしかない、こっちとこっちの忍ぶっぽいやつ、ナミちゃんぽいやつ、長いな、今日の罰ゲームはすごいらしいですから、あ、そう、はい、膝小僧一つ取られるとかじゃないよね、暴力的な罰ゲームらしい先週の罰ゲームはもう来週、いや、先週の罰ゲームやってきましたよ、やった、やってますよ、今わかんないですか、化粧やってますよ、え、お前化粧してるの、してますよもうやってんの、やってますよ、ちゃんと振ってくださいね、終わった後に、もうやんないトゥナイトファイブ、今日のショートナミちゃん、もういくつ寝るとお嬢さん、日々修行です、どうもありがとうございました。来ました、素晴らしいでございましたね、はい、ちょっとナミちゃんやっちゃいました、日々修行です、修行なのね、可愛、ね、うん、いでしょ自分で言っちゃった、ショートじゃなくないちょっと焦ってないか、ミドルだったの本当に反応がなかったからね、喋っちゃった、うん、ちょっと怖かった、かりますよ、うん、怖かった、間が怖かった、間が怖い、スリムクラブさんすごいなって思ったもんあの人ちゃん
なんだその意見もやめてくれよもう。だからもう出ちゃダメとか。NG が出ちゃう。よっしゃ、はい、今日は4人ですけども、はい、このコーナー行きましょう。チレっぽいやつチロっぽーやだー。はい、こちらのコーナーですね、一つのお題に対して、今日はですね4人、はい、ヌフとナミちゃんにも、参加してもらって、はい、この4人で対決しまして、その勝敗をミキサーの正規さんに決めてもらいます。そして敗者には勝者から罰ゲームを受けてもらうという、はい、毎週やってる対決のコーナーなんですけども、はいはい、先週は、大喜利対決じゃない、何でしたっけ、なんで、雑学対決、はい、雑学対決で、僕が負けました。そう、あのゲストに新規が出て、オーシャンの新規が出てきたんだけど、まあ、新規 MC で、はい、まあ、その勝敗を決めて新規に決めてもらったんだけど、はい、僕が勝ってね、はい、で忍が負けて罰ゲームが、はい、なんだっけ、化粧をしてくる、してくる、はい、っていう罰ゲームだったんですけど、はい、これはやってこなかったってことでいいのかな。いや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 、自分化粧をやりたかったんですけども、実際のところは、で買うのがな、買えなくて化粧品を、それはダメじゃない、いやそれやっぱダメだな、ダメだなって僕も思ったんですよ、はい、だからまあちょっと化粧っていうか、まあ、そんな感じの罰ゲームだとしたら、やっぱ男の大事な毛をするしかないなっていう、やっぱ毛だろうということで、腕を見てください、腕を。マジ、何これ、すごい、何、腕毛、腕僕ないですよ、すごい、はあ、何こいつ、キモ腕毛剃ってきてる、触ってください、ツルツルです。あー、パイパンだ、パイパンって言うな、パイパンではない、パイパンではないわ、腕パイパンだね。セーフティネットが広いな、このラジオ。腕毛を、うわー、すげえ、すごいね、毛剃ってる、毛剃りましたよ、え、腕だけ、腕だけ、なんなら、こっちもないです、わっ、マジだ、こいつ、なんだこいつ、こえー、パイパンだ。パイパンではないですよ。言いたいだけだ。しかも言っていいかどうかわからない。ダメですよ。じゃあダメ。ダメですよ。夜中とはいえだからね。ダメですよ。すごいね、これ罰ゲーム。すげえ。腕剃りたくないよ俺は。いや、こんなのあるからね。言っとけ、本当そうですよ。本当。腕毛、脇毛剃るとか。いや、そこまでのリスクが。自分からやってるから。いや僕ももう。罰ゲームなんてやってんの。化粧してこない代わりに毛剃るってなんだよ。めちゃくちゃ怖いな。これが罰ゲームだろうなっていう。めちゃくちゃ怖いよ。じゃあこの、はい、対決を4人でやるということで、はいはい、早速対決のお題がですね。うん、今日のお題が。はい。大喜利対決、お、大喜利対決でございますね。シンプルな大喜利ですね。久々ですね、大喜利やるの。そうだね、もう2ヶ月ぶりとかじゃないですか。昔はちょいちょいやってたけどね、はい、最近はもう全然ポエムとかそういうのやってばっかりだから。ポエム、うん、ポエム対決とかもあるのよ。へえ、いろいろやってんだね。めっちゃ面白いですよ、ポエムは。ポエム、ポエム大ハマりだよな。はい、ポエムは本当に名物企画だよ、これ。どんなお題でポエム読むの。あ、まあ、あのマストで一つは、うん、うん、ミキサーの正義さんへのポエム、うん、ラブソングポエム、気持ち悪いラブポエム。じゃあマジで気持ち悪いですよ。はい、腕毛ないやつが。腕毛取りましたから、腕毛を見せつけんな。腕毛と脇毛を。よっしゃ、もう早速もう早速一つ目のお題、はい、行きましょうか。はい、さあお願いします。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？おー、バタコさんのお姉さんの、アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？なんだろうね。これ正解出たらどんどんポイント加えていきます。あ、そう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 。そういうことか。はい、わかりました。バタコさんのお姉さんね。お姉さんの名前は？なんだろうね。名前は何？アンパンマン号に加わった。アンパンマン号に加わった。他人みたいになったと、新しく。はい。なんだろうね。バタコさん、バタコさん、うちねには見せない方がいいね、今のね。じゃあ、はい、ナミちゃんお願いします。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？バターロール子。なんだろうな。いいね、いいね、いいね。一発ブブーって出るのね。はい、できました。はい、お願いします。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？バター塗り絵姉さん。やったー。
村上忍1ポイント。はい。そうなんですよ。なんだろうな。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？トカチバターコ。ああなんかトカチバターあるでしょう。ありますけど。パン美味しいじゃん。ありますけども。まあね。うん、はい。お。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？バタバタコ。バタバタコ。あ厳しい厳しい。くそ、はい、2連チャンで出して一本ミットも通れない。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？乳製品庫。あ、やったー、捨て身の一発が。はい、はい、あ、のぞいく。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？バタケンコ。これは、あ、そうだよね。はいはいはい。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？加納京子。あ、やったやった。加納京子。はい、お姉さんといえばね、はい、アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？マーガリン。いそうでしょ。お、まあいそうだね。プレゼンある？プレゼン、プレゼン、マーガリンですよ。あと説明。お姉さんですよ、お姉さん。イエーイ。もうあと一押しか。いや、あと一押しでもなかった、はいはい、アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？大バタシモトコ。大バタシモトコ。いいっすね、大バタシモトコ。お笑い好きなんだろうね、多分。さあ、他になんだろうな。うん、バターね。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何か。じゃあ、はい。はい。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？ダッシュメンコ。昔の給食の牛乳のなんかまずいまずいやつみたいな。やったやったー。うまいなぁ、面白いですね、うん、どんどん出るな。はいはいはい。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？インリンオブジョイトイ。あー、キビーキビー。インリンオブジョイトイ、久しぶりに聞きましたね、はい、エロテロリストですよ。いやいや、はい、アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？トキトアミ。いや、もうだ、もうそれはそうですね、その路線で言ってダメでしょ。ちょっと悪乗りしました。ね、めっちゃ久しぶりに来ましたね。メガネアイドルね。メガネで固くなに取らず大御所を怒らせたという。そうなんですか。ね、まあ、バタコさんのお姉さんですよね。はい、じゃあ、はい。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？梅宮アンダ。あ、惜しかったな。ダメか。はいはい。アンパンマン号に新しく加わったバタコさんのお姉さんの名前は何？奇抜な衣装だと思うんですよね。レディーバタっていうのはどうですか。めっちゃ面白いですね。いいね、レディーバタ。ね、アンパンマンより目立つんだろうね。レディーバタ。あ、変えますか。変えます。じゃあ次の問題行きましょうか。センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。もう面白いじゃん。センズリ。そんなの出るんだね。じゃあもう、はい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 。あ、もう俺もできるよこれ。いや、俺も、もう、はい。センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。センズリマジか。ああ、取られた。これはもう言っとかないと、とりあえず言っとかないとね。はい。センズリに
一言付け加えて上品なものにしてください。センズリちゃん。あー、いい、いいな、あるな、そういうのありましたね、上品だな、ありましたね、上品、上品、上品だな。なんだろうね、なんだろうな、上品か。センズリ、センズリ茶、センズリ茶か、センズリ茶いいね。飲みたく絶対ないよね。絶対飲みたくはないですよ、絶対。マッコリみたいな感じ。そうね、濃ゆだろう、ね。いや、なんつうラジオだよ。なんつうラジオだよ。なんだろうね。コウタくんが送ってくれてるよ。お、大喜利の答え、線抜きってきてる。ブブーですよ。ね。いやいや、もうこれはお上、上品ではある。上品ではある。3周回って正解ですよ、これ。いいじゃん、もうこれは。コウタなりのね。なんだろうな、あ、なんかいいの出しちゃった。なんか出そうだけどね。線抜き。いいの出ちゃったからな。一言、一言ですもんね。一言ね。上品。上品。あー、なるほど。おー、はい、じゃあこれでいいかな。はい、僕いきます。センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。センズリ風味のカルパッチョ。あー、上品ではないかな、確かに。誰かいきますか。はい、センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。健やかなセンズリ。やば。急、おい、いいんですか。健やかなセンズリって何。いやいや、強くなってきてる。どういうことこれ。健やかなセンズリって何だ。わかんないけど、わかんないけど、いいんじゃない、なんかね。はい、はい、センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。感覚で、センズリ姉妹って。やばい。いやいや、これはもう。ゲスさが出てきた。詳しくないかな。個人差あるよな、今の。お願いします。センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。子供の大人気です。センズリ戦隊ズリズリじゃ。いや、本当に。本当に。小学生の発想だな。こういうことですかね。海潜っとけお前。なんでだよ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 。来ました、来ました。商品ではないですよ。コウタ君も答えてくれてるよ。大喜利の答え、セントルイスって。あーあー、君、そうでしょう。セントルイスね。さっき甘く見てくれてる。なんだろうな、上品か。ちょっと横一線だね。うん、そうですね。上品なもんね。センズリっていうのがまあ難しいな、意外とね。上品ね。なんだろうな、上品。あ、借りていいですか。うん。あ、あ、いいですか。はい、いいよ、はい。そうだね、センズリ。みんなが何か考えながらブツブツセンズリセンズリってる。これやばいっすよね。何なのって話、うん、はい、お願いします。あ、いける、はい、センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。母の味方、センズリの元。母の味方いなかった。母の味方邪魔でした。うん、そうだね、味の素的なやつですね。はい、僕いきます。はい、お願いします。センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。東京のセンズリ。サービス。今日ちょっと不調だな。はい、センズリに一言付け加えて上品なものにしてください。3年待ちのセンズリ。あちゃあちゃあちゃ出ましたよ。うん、難しいね。難しいですね。うん、
線釣りね。あ、じゃああ、なんかラスト1個くらいしてく？うん、じゃあ、はい。線釣りに一言付け加えて上品なものにしてください。線釣りアートそのままじゃないですかおしゃれなものもそのままくっつけたみたいアートアートです。はい、ラスト行きたいです。線釣りに一言付け加えて上品なものにしてください。線釣りドリあ厳密に言うと付け足しではないんだけどね一言ね、はい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 、点を付け足しましたよね。はい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 、はい、僕も行きたいです。線釣りに一言付け加えて上品なものにしてください。線釣り犬上品だ上品上品だね上品でした上品だね。ヨーロッパのなんか女優みたいな、ねはいはいはい、貴族みたいな線釣り犬線釣り犬あ、はい、お願いします。おー、結構、はい、初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。わー、なんだろう。おー、本当になるほど一番オーソドックスなタイプの大喜利ですよ。初対面、ね、一番やってはいけないことですよね。人にギリギリやって許される初対面の人にやってもギリギリ許されるもの。あ、ギリギリ許されるもの。でもギリギリ許されること、まあ、ギリギリか許される行動か、うん、許され、うん、初対面の人にやってもギリギリ許されること。へえ。許されんのかな。ちょっと行ってみるか。はい、僕行きます。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。眼球を舐める許されるとか許されないか許されないでしょ。そんな範囲じゃないよ、ね、そうかそうか一発ボコンですから、ね、はい。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。初対面でなんか話題考えて話すのってめんどくさいっすねって言っちゃうああ逆にそういう人かなみたいな。1回しか会わないんだったらギリギリ許されることですもんね。ギリギリ許される。ギリギリですもんね。ちょっと横一線なんだよな。そうですね、はい、初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。あのこう名前に濁音をつけて呼ぶっていうの。鈴木さんって呼んだり。鈴木さん。ダナガさん。あーってなりますけど。ギリギリ許せるそうな。あーみたいな。失礼なのかよく分かんない。はいはい、うん。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。お前の話って本当落ちねえなーっていう。いやいやいや。許されないか。許されないね。なんだろうな、もうちょっと許されそうなこと。はい、許されそうなことですもんね。めっちゃきますね。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。誕生日じゃないのに祝う。怒りはしないね。怒りはしない。違うけどみたいな。何このノリみたいな。プレゼントあげちゃうけど。嫌だけど。単純に嫌っすね。何でしょうね。ギリギリ許される、うん、あと回答3つ使いますはい、はい、初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。頭皮マッサージめっちゃあ頭皮マッサージいいのかこれは難しいね。はい、うん、初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。足の指舐めるギリギリじゃないね。はい、だろうね。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは。唾を飲ませるとりあえずおー
なんかこれもうちょっとでしたね今。線釣りの後だからさ、みんな過激なことそうですね。言うってなっちゃってるかな、もしかしたらね。そう、あ、大丈夫、麻痺してるね。初対面の人にギリギリ許されちゃう。なんでしょうね。うーん、はい、はい、初対面の人にやってもギリギリ許されることとは、あのすいません、とりあえず脇嗅いで。ギリギリ許されるとか、ね、許されるかな、今のピンポンが許される感じもありますね。脇ってやっぱフェロモンが出るので、うん、はい、ギリだよね、相性、はい、個人差あるなこれ。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは、無理やり口にフォアグラをぶち込む。あ、まあまあまあ。フォアグラ。おー、おー、うまいじゃん。いやってなるけど。あ、うん、ラス1ぐらいですか。ラスト1。どうしよう。初対面の人にやってもギリギリ許されることとは、学ランの襟の白いやつをなくすって。裏のほろ。ちょっとなくす。やねーし、なんか。わかるな。やったー。わかるな。やったー。あれって何なんすかね、あれ。そうだよね。なんだろうね。つけてる人つけてない人いますよ。すっげー真面目なやつだけつけてない。最初に。あれを取って捨てるって。はい。じゃあ、そうだね。もう今ので終わりということで。じゃあ、一旦勝敗はどうなるのか。一旦 CM 行きましょう。CM です。どうぞ。あ、なるほどね、楽しいですね。じゃあショートヌフ、マジで言ってもらっていい、ショートヌフな、怖い方がいい。まあ自分の好きなのでいい、怖い方受けてほしい。え、これどのタイミング、自分でさっきみたいにナミちゃんのやつで言うの、なんかこんな手されたら、うん、え、トネガーさんが審査員だったんですか。え、あ、そうそうそう。だったっけ。うん。ボンジョヌが、ボンジョヌ、え、ボンジョルノか。ボンジョルノ。お、おい。あ、出たー。何ですかこれ。コーラです。コーラ。美味しそうじゃ、美味しそう。コーラや。ドリアン。ドリアンはやばい。サイダー。匂いもやばいの。わかんないです。まだ開けないです。はい、わかりました。これでいいの、隠して。勝敗、これ誰が負けたんだろうな。いやー、ヌフが結構稼いでたな。マジで、うん、いや、でも、センズリ全然出てもらったな。センズリーのあたりみたいなことは出したかったね。センズリーのね。センズリーのよかったね。うん、センズリー。面白いの出したよ、これ。コス。忍はちょっとやばいんだろ、今日。今日やばいですね。今日やばい。なんで？俺また毛剃ってこないといけない。その場で丸棒とか。いやいや、やばいな。まあでも、そろそろ行くよ。はい。ヌフさん、お願いします。なんて言うんだっけ？今週のショートヌフ。トゥナイトファイブ、今日のトゥナイトファイブ、もう一回いきます。はい、今日のショートヌフ、いいことあるぞ、お、いいことあるぞ、いいことあるぞ、そう言ってないとやってらんないよな。怖い怖い怖い、もうなんかあったんですか。いいです、闇抱えてるのこの子。そんなことね、言っておかないとね。いやでも金髪がそんなこと言うと怖いんだよ。うん、いやなんかポジティブなギャグですよこれは。むしろポジティブと。ヌフさんの心のなんか奥からなんか言ってるようなCM 中にさ、怖いの言っていいとか言うのやめてよ。本当そうですよ、やめてよ。だからな、選んで怖くないの言ったの。いや怖くないから。いや本当にこういうのばっかしあるからね。どれ出せばいいかなって、ね、これになっちゃいましたけど。よし、じゃあ勝敗はどうだったんですかね。はい、じゃあ決めてもらいましょうか。どういうあれですか。負けを決める。負けじゃない。ああ。
高橋、高橋負けですか。よっしゃー、やったー。結構センズリン出したじゃん。マジかよ。手数少なかったかな。いや、あれが僕も高橋としのぶ、やったー。やったー。来ました、嬉しいです。マジかよ。時間ないんで。あ、なるほど。あ、これを、あ、これを、これは、はい、これですね、見てください、今、先ほど、スタッフさんなんか持ってくれたんです、持ってきてくれたんですけど、はい、ドリアンサイダー、ドリアンサイダー、何ですかね、これ、うん、これを飲むっていうのが罰ゲームで、うわぁ、じゃあいきますね。うわぁ、マジで、うわぁ、ドリアン、マジっすか。あら、マジ無理、マジ無理、マジ無理、持ってない、リアクション持ってない、マジ無理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 、これ無理っすわ。うわぁ、マジで吐くとも、ゲロ吐いていいんだったら読む。これやばいっすわ。あ、これダメ。食べ物とかじゃないレベルのやつだ、これ。腐ってるもの。飲み物でも。なんか無理。これはですか。ね、飲みますか。体にいいのかな、これは。ああ。やばい、もう。うわ。やばい。来週もまた聞いてください。水曜日は。知念と忍と奈美ちゃんとヌグでした。ありがとうございました。